はいえー、皆さんこんこにちはクニーネムです、えー、今日はねこの日産のモコですけどもあの前回の動画で、えー、鈴木のワゴン r、えー、ブレーキランプのところでの、まあ、接触不良の、まあ、対策というかねまあそういう動画を投稿しましたけどもあのー、この車でも同じようになってるのかどうかみたいなと思います。 前見たそのワゴン R は MH21S 型で,でワゴン R で言いますとこの車はねその2世代後 MH34S とかまあそのぐらいのエンジンもまた別の新しい分に変わった分なんですよねでまあこれは日産のモコですけどもスズキの MR ワゴンの OEM なんでまああのワゴン R で言うと2世代後ということになります。 であの、この車でもブレーキランプのソケットの中であの接触不良が起きやすいような、まあ、構造になっているのか、えー、この車ではもう対策されて、まあ、そういう風になっていないのかちょっと気になるところでありますので見ていきたいかなという風に思いいます。えー、そししたら早速、ね、テールランプををてて中を見ていきたいと思います。 はいえー、それでは、えー、ブレーキランプのソケットですね、えー、そこを見ていきたいと思います。でブレーキランプに限らずね、ねこれ上がウインカー、ブレーキ、スモール、バックランプと3つありますけども、えー、その球関係見るときは、もうこのテールランプ、これね、外さないとできないですね、で外すのすごい簡単です、えー、こことここ2箇所。 10mm のボルト外したらもうこのテールラップのログドッそっと抜けますんでえ爪がねこことここ裏で2カ所えボディに刺さってますけどね引っ張ったらそれ取れますんで取っていきたいと思います。 はいえー、テールランプ外れました、えー、バルブソケット見ていきます、えー、これがブレーキのやつですねえっ、ー、とウエッジ球になっておりますもうこれでしたら、えー、大丈夫ですね、あのー、あのナス級っていうんですかねあのねじって脱着するようなやつではなくてこのウエッジ球になってますんで、えー、マイナスの接触不良はまあ ワゴン R のような現象は起きないと思います。でこっちがこれウインカーですね、これもウエッジ級になってます。でこれがバックランプ、これもウエッジですねえ。ということで、対策がされてこうなったのかどうかちょっとわからないですけども、えー、あのワゴン R のようなブレーキランプのつかなくなるような現象は起きない。 ということですね良かったですはいえっとワゴン R のブレーキランプ、えー、マイナスアース線の接触不良でえブレーキランプがつかなくなるという件ですけどもえ前回そういう動画投稿しましてまあ、自分で見ますとちょっと分かりにくい見,え見にくいなと思いましてねあのここに書いて てみようかなと思います、まあ、ここでこう接触不るようになっているということで、で、ね、実はねこれも今、読んでいく目なんですね。あの途中で、ね、このカメラが止まりましてね、ね全然撮れてなかったということで、うん、何回も撮り直してるんですけども、なんかもう疲れてきたな、また同じこと喋るんかなという気持ちに私だけが今なってますけど、ちょっと関係ないですけどね、ね今これ出てきましてね、これ皆さんこれ見ましたかこれ 先光のハサウェイ。ねもう私、ものすごく期待して見たんですけど、なんかちょっと物足りなかったですね、これ。え全部で90分ぐらいあるのかな。でね、あの知り合いがえ昨日見に行くと言ってね、あの喜んで行ってましたけども、あんまりおすすめしなかったですね。 えー、もうちょっとね、盛り上がってくれるのかなと思ったんですけども、あの、これから盛り上がるのかなというところで終わりまして、なんかあの、不完全燃焼というかね、うーんあの、まあ、三部作の一作目ということなんで、そういうことなのかもしれないですけどね、 あのガンダム好きの方には良、うん、かったのかもしれませんけど私はちょっとあの物足りなかったですね。であの「新エヴァ」はすごく良かったですね、まあ。私2回見に行ってしまいましたけどももう1回見たいなと思うですね。あの、まあ、こんなん言うてたらあかんか。録画できてるな。 あの、新エヴァはもう皆さん見ましたでしょうかあのー、私はもう大満足でね、あのー、なんか変な事件が起きるほど、あのー、まあ、毎回ですけどね、あのー、アニメは。ですけども、今回の新エヴァは、ま、あいろんな伏線もね、なんか謎が解けるというか、あでも、見て一番思ったのがね、あ、もうこの人もこの、 この作品はこれで完全に終わりにしたいんだなというのをすごく感じましたね。もう終わりなんだと。もう続きをあの作らさんといてくれというような感をすごく受けましたね。もうこれでもかというほどなんか終わらしたいという感を感じましたね。なんかそれを言ってる人私聞いたことないんで自分だけがそう思ったのかなと思うんですけど。 もうその続きというものが絶対生まれてこないなと。これが本当に最後だなというふうに思いましたね。初めてあのエヴァンゲリオンを見たのは、私まだ学生やったかな。二十歳ぐらいだからもう25年ぐらい前やと思いますね。1989年ぐらいからかな。テレビシリーズが始まったのは。その時見てないんでね。2、3年経ってから、 友達に勧められてみたんですけどその二十何年もかけてねやっといろんなことがこう,う完結したというのもありましてねで何よりも今回の新エヴァのですねあのー、ラストシーンがものすごい好きですね、あのー、あの駅のホームのシーンですよね あれすごく気に入りまして、2回目見に行ったのは、その駅のホームのシーンを見たいがために見に行ったようなもんでね、もう一回見に行きたいなと思うんですけど、これはちょっとなんかもう一回見に行きたいと思わなかったですね。で、えっと、ワゴン R のブレーキランプですね。あのー、 あれバルブソケット見ますとね、本当にこれ、接触不良になって当たり前やなというような感じを受けましたね。えっ、ー、とバルブ球ね、あのこうねじって30度か40度かねじって脱着するというタイプのものですね。あまたあったんちゃうかな、どっかにあれ。この辺忘れちゃったか 金属製の,あの筒状のものがありましてその上がガラス球になってる電球ですねあちょっと丸角の作曲うまなったこの動画を撮,撮り直すたびにちょっとずつ絵が上手になっていってますでフィラメントがこうついてますけども ダブル級になってるんですね。まあそれは関係ないんですけど、でこの、えー、バルブが金属製の筒状のものにこう入るんですね。で、この筒状のものの外側にさらにあの樹脂でできたあのバルブソケットがこうあるわけですで。これでね、こうガチンと組み合わせると、 あのまあ、あのー、電源が入った時にランプがつくということですで。問題の接触不良を起こしていたと、ちょっと取れてるかな。接触不良を起こしていたのはどういうことかというと、このバルブ球の、この、ここですね、この足元の筒状のところっていうのがマイナスに落ちるようにできてるんですけど、そのための線が、 このの外側のこの辺からこここう行ってるんですね。でここにグロメットがありましてそこを入ってこのソケットの中を通りましてでここに出てきてで被覆が剥かれて銅線だけになってキンクに曲げられてこの隙間に入っていくと。 でここにも小さなグロメットがあるんかな。でこの缶これ何にも固定されてないんです。組み付けた時に、ここでね、挟まって止まるという状況なんですね。で接触不良はどこで起きてるのかというと、ここですねで。ここで接触不良が起きてると。で、このマイナスの線、被覆が向かれたこの銅線と、このケースね、こことここ、ここが 挟まれて、組みつけた時に接触すると。でこのケース、金属なんで、このバルブ球のこの、ここの筒状のものとも設置してますんで、それでマイナスがこう落ちていくという仕組みなんですね。で、あの接触不良は、ここですね、ここであの隙間ができて、このケースと、 銅線が設置してないから接触不良になるということなんで私がやったことというのはこの銅線を太くしてやれば、あのー、隙間はできにくいのかなと思いましてより線を巻きつけましてこの被覆が向かれてる部分の銅線をこう太くしたんですね。 太くしてあれば組み付けた時にここに挟まれるこの押し潰される時にねあの隙間ができにくいので接触不良になりにくいということですね。であの余談というか実はもう一つやったことはこの線をこう上向きにこう引っ張り出しましてもともと使ってたその皮膚で剥かれた部分をもう切りまして。 新しく皮膚を剥いてここを作りました。だから若干このマイナスの線私のは2センチぐらい短くなってると思いますね。先切って新しく剥き直してやってるんで。で、あのやり方いろいろあると思います。あのもう一つ私がしようと思ったのはこの赤い部分ね、皮膚に向かれてる部分、これハンダを上げようかなと思ったんですね。で、ハンダは ね、こういう時の使い道としてその接着剤のようにね何か金属と金属をこうくっつける、まあ、そういう使い方だと思うんですけどもえ今回はねここの寄り線にハンダをこう染み込ませることでこの寄り線をねあのたく補強しようと、まあ、そういう使い道でハンダを上げようと思ったんですね。というのが初め開けてみた時に ここに挟まれて押し潰されたこの配線はもう平らに薄くぺったんこになってましたんでえそうならないようにね薄くなると隙間ができここのねあの隙間を埋めて設置するということができなくなるんでアンダを上げて頑丈にしてやろうと思ったんですけどもそれをしたところですねまずここに負担がすごくかかったんですね。 この赤い皮膚でむかれた部分はハンダが染み込んで固まってますんでもう形が変わらないぐらい硬いんですけど動かしてやると全部ここに負担がくるんですね。でこんなことないと思うんですけども何度も動かすとここの部分でその束になったより線の細い一本ずつが。 まあ、ちぎれたり折れたりしていくような感じを受けたんですね。まあそ、それほど動くもんではないから、それはならな,ならないかと思うんですけども、もう一つが、硬くしてしまうと柔軟性がもう全くありませんので、このバルブとこのケースをこのソケットに差し込んで入れるときにね、融通が利かないんですごく入りにくいんですね。ですから、 あのこの太さをある程度考慮して気を使って太くしてやらないといけないということがありまして、まあ、総合的に考えたらあんまり良くないかなとそこまでする必要もないかなというふうに思いましてここに寄り線を巻きつけて太くしただけにしたんですね。でこの寄り線を巻きつけただけですと柔軟性がありますんでね細い線の束なんであの押し潰されてね あの若干平らになったとしてもねあのそれが融通になってこの2つの部品はソケットに収まることができますんでまそっちの方がいいかなと思いましてえ線を巻きつけたというふうにしましたでこの車をねいつまで乗るかということもあると思いますもう来年再来年手放すと思ってるんであればねまああのハンダを上げたりとか まあそこまで必要ないと思いますし、まあ、今現状異常が出ているということでしたら何かしてやらないといけないですけども、まあ、こう線巻きつけるだけで十分ここは設置してねあのアースが取れるのではないかなというふうに思いますでもう一つねあのもうこのケース自体にハンダ付けをするというやり方もあると思います でそれはね、あのー、誰でもできるやり方ではないかなと思いましたね。ちょっと技術慣れがいるかなと。この局面になっているところに、えー、配線をハンダでもう外れないようにつけるというのは、まあ、ちょっと気を使うというか、あの難しいことかなというふうに思いましたね。で、付けたとしても、まあ、ペリンと剥がれるようなことがあったら、もう元も子もありませんので、 まあそれも考えて、まあ、それをする必要はないかなというふうに思いましたね。まあ言いやり方他にいろいろあるかもしれないですけど私はここに線を巻きつけて太くしたと。でコメントで教えてもらったもう一つはねあのより線じゃなくてね普通の単身のやつ、えー、065とかね まあそういう動線に、えー、既存の寄り線を巻きつけてやるというやり方ね、まあ、それもあのいい,いなというふうに思いますねまあ、ですけれども,もう結果的にはあのあんまり変わらないかなとであの柔軟性を持たせるというこの隙間を埋めるということを言えばまああのその 単身に巻きつけるとちょっとね強度が増しますよねでまあそれはいいことなんですけどね融通はちょっと減ると思いますんであの少し上級者向きのやり方に近寄る感があるかなと思いますね、まあ、本当に誰でもどんな人にでも、うん、やりやすいやり方というのはより線により線を巻きつけると。 これがその後のこの部品の組み付けとかにもいいかなというふうに思いましたね取れてるで、えー、それだけかなそれとその、えー、と配線配線ですねこれが接触不良のも私は原因だと思うんですけどもあの 配線線はああののり線なんでですすけど被覆がかぶさってますよねであの輪切りにスパンと切りますとその断面は中の銅線が見えるんですけど細い線がね束になってあるんであの線の先がこうあ見えるわけですねで。この辺で被覆をこうむいてこの先をもし外しますと。 ここからこのようにねあの細い線だけがこうバーっとこう出てるとこういう状況ができるわけですねで、えー、このパスと輪切りにしたところはやっぱりこうね、あのー、丸いんですねこの円柱状のものがこう出ているということになりますでこれがあのソケットの中で押し潰されますとこれが平らになるんですね こう,こう平らになるとちょっと絵が絵が全く分かりにくいですけどもここが丸いのに対してここが一直線平らなんですね。するとあの隙間ができて 接触不良の原因になるとですから押しつぶされた時に平らにならないようにしてやった方がいいんである程度強度を持たせるということを優先すればあ,のある程度の太さのねあの線を1本のものを巻きつけてやってもいいしこれ自体をねあのここからもこう太くしてやるということね。 私やったやり方ですけども、より線、より線をつけて太くしてやれば、潰れても薄く、接触不良を起こすほどの薄さにまではならないということですね。でまあ、これで様子見たいと思いますけど、まあ、大丈夫だと思います。で、あの、先見ました、日産のモコですね。あのモコの場合は、あのバルブ球が、 上地球になってますんであのもうちょっと消してしまいましたけどねあの外側からこうやって回り込んであの挟み込んで接触するような IS 線ではなくてねもう真ん中にあの端子でちゃんと止まってますんであの場合はもうこのマゴン R と同じような現象は起きないということですね MH21S の M H 次の次の方、MH34S ですね。あのエンジンが K6A から R06A に変わった機種,機種というか、車ですので、2世代後ですね。2世代後は、もう上時給になっていると、対策されたのかど、対策されてそうなったのかどうか分かりませんけども、は大丈夫ですで。その間のやつですね。 21S と 34S の間のやつ、23か。MH23 っていうやつかな。それはどうなってるのかね、ちょっと見てみないとわからないですけども。それは、どうなんかな。考えても分かりませんけどね。もし、それ、お乗りの方でね、あの、このナス級になってる場合は、 あの長くのそれでね、さらに長く乗ろうと思っておられる場合は、一手間加えた方が安心かなというふうに思いますね。で、あの、ブレーキランプの症状は、あのポジションスモールをつけているときに、ブレーキペダルを踏みますと、そのえ、ポジションごと全部消えてしまうと、スモールごと全部消えてしまうということなんで、あのそもそもそのスモールをつけていると、 ついいている状況というのは夜の運転中ですので夜の運転中に全部バンとテールランプブレーキランプ、ね、消えてしまうというのは本当に危ないと思いますんであのでぜひともねあの点検されてはどうかなというふうに思います。はいえー、ということなんですけどもあのついでなんですけどねちょっと時間が余りましたのでこの リアのこのぐるっと一周こ,これなんですかこれウェザーストリップこれがねあのたまにこのハッチを開けますとねもうちぎれるかというぐらいねこのハッチにくっついたようにバリッと剥がれるような感じがあるんですねえですからこれちょっとね剥離剤というかあのシリコンスプレーをね塗っておこうと思いますこう閉めて 開けるるにねくっついてるんですよね。ま今もこれ開けたり閉めたりしてるんで大丈夫だと思うんですけど開けるときにバチバチって今ならないですけどなたまにやるとなるんですねでここのこのゴムですねこれがねハッチにくっついてしまうんですね閉めてるとでちょっとシリコン塗っときたいと思います えー、ハッチの開け閉めがすごく軽くなりました。えー、ということで、えー、またこういう動画続きを上げていきますので、えー、ご興味のある方、ぜひともお付き合いをください。であの車種別に再生リストの方にいろいろ動画貯めてますんで、まあ、よかったらね、 あの、ご興味のある方、見ていただきたいと思うんですけども、あの、ブレーキランプの方はワゴン R で、今日はモニスさんのモコです。あの、車種違いますけどね、もう同じようなもう車ですんでね、あの、あんまり車種こだわらないで、まあ、車を、まあ、いじって遊ぶということで、あの、見ていただければ嬉しいかなと思います。えー、しぼれのアストロという車もね、 あの動画いくつか上げてます。まあ、あの、あんまり再生されないんですけどね。あの、しぼれのアストロン動画投稿したらね、google からね、結構恐ろしいメッセージが来ましてね。なんかあの、視聴者さんが、まあ、あんまりあの、望んでないみたいなあの、なんかそういうメッセージが来ましてね。まあ、あの、くる、同じタイヤとハンドルがついた車ですんで、あんまり車種こだわらないで、あの 見ていただければ本当に助かります。えということでまた1つよろしくお願いいたします。それでは